トレラベーガは、スペインカンタブリア州のムニシピオ。ビスケー湾のカンタブリア海沿岸から8キロメートル内陸に、ある。ベサヤ川流域のベサヤ地方の中心地である。シエララーナ地域病院、カンタブリア大学のキャンパスがある。カンタブリア沿岸の地域とほぼ同等に、年間通じて穏やかな気温である。最高気温が、摂氏33度を超えることがない一方、 年間最低気温は、摂氏5度を下回ることがない。雨が豊富なカンタブリアにあるため、年間の降水量は1000ミリメートルから1100ミ、mm、リメートルで、ある。トレラベーガは、13世紀のカスティーリアオアルフォンソ11世時代に、ガルシラソ1世、デラベーガによって作られた。現在の名は、最初のエポニムであるトレラベーガを短縮したものである。ベーガの城、または、塔は、 ガルシラソニセの娘で、サンティリアーナ公爵イニーゴ・ロペス・デメンドーサの聖母、レオノオールが建てた。中世以来、トレラベーガは重要な農業中心地であった。人口の増加と産業の導入で、1895年に都市に昇格した。スペインを代表するアナルコサンディカリズム労働組合の CNT は、トレラベーガに本部を置いている。ありがとうございます。